料交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ。本当に多分ホルンテッドもしリホさんじゃなかったら私もう多分ホルンテッドマジリホさんだからよかったみたいな。無理です、無理、マジで無理です。だってリホの遅刻を多分こんなに許してくれる人じゃなければ無理だと思います。基本的にリホ遅刻はない。全然大丈夫じゃないですか。全然遅刻に入らないです。いや、ずっとスタジオライブ配信をしてて、はいはい、ホルンテッド撮ったところで2時間とかトランペット吹き続けるんですよ。いやね、リホはね、ほんと感動しました。自分という人間に感動したというか、リホ2時間吹きっぱなしいけるんだとか思って。すごいですね。なんか途中で唇の感覚がなくなってやばくなるんですよ。あ、もうこれ以上音出ないなっていう状態まで行くんだけど、それでもね、普通に音が出るし、外れない。でも本当にバテないですよね、リホさんの走行は。本当に、マジで。うん。なんかバテづらいし、バテたとしてもその唇が振動さえしてくれれば他のところで補っていけるので、まあ感覚としてやっぱ唇が腫れたりとかしてしまうと吹きづらくはあるけれども、自分の中で今こうだからこうこうだからこうっていうのを走らせながら音楽を作っていければなんとかなる感じ。え、てかリホさんあれじゃないですか、心が広いけど大人じゃないですか違う、他人に興味がないんだよきっと。いや、全然攻撃的じゃないし、いや違う、自分は自分、他人は他人がもう前提にあってやってるから、はいはいはい、あ、そういう風に思うこともあるんだね、うん、いいんじゃないみたいないや、わかる、私もそうだな、いいと思う、わかる、そう、いいと思う、まあ、責任はそれぞれでお願いしますということで、25日目、よろしくお願いします。頑張ります、よろしくお願いします。編集も編集も頑張ります。これを見てる時にはここが上がってるわけだから、もうあとラストスパートですもんね、皆さん。はい、いや、頑張っていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、調子はどうでしょうか。ロングトーンの練習少ししてみたんですけど、なんとなくちょっと顎を張って吹く感じが分かった気がしました。あ、さすがです、素晴らしいです、いい感じになっていますね。はい、あ、素晴らしいです。どうしようかなもう本当にマジで教えることがなくて、あとは曲別に吹けてますし、そんなに問題ないと思う。なんか曲吹きたいかも。吹いて、なんか吹いてみ、どうしようかな。前に吹いた炭治郎とかをもう一回吹いてみますか。あ、お願いします。なぜって練習もせずに吹こうとしてるんですかえ、全然いいですよ。ちょっと最初の方から吹いてみます。はい、なんかリホのってすごいヌルヌルしてるんだけど、うん、湿ってますか。なんか4番に行くときに、なんか最初にパッて構えたときにポジショニングがずれちゃってて、うんうん、なんかあ、4番出てくるって思ったときにテンパる時があります。うんうんうん、Thank you.
やっぱね、レーダーね。すごい。ちょっと悩んじゃいますね。なるほど。うまく吹けない。まあ、前聞いた時よりはるかに音色が良くなってて、あの倍音がすごく聞こえてきました。ありがとうございます。素晴らしいと思います。なんだろう、特に別に何も言うことないんですけど、あの4番、特にその前半とか割と4番が多出した時にこう他のを話すとちょっとマウスピースリホの旅話した時に楽器がちょっとこっちに来ちゃうんですよ、なんか。あ、だから今マウスペースがこう揺れました、話したし。そうか、これはできるんだけどね。あと、まあ、強いて言うならば低い音になった時にもうちょっと息を使った方がいいかもしれないです。あの音も全然外れることなく吹けてるので大丈夫だと思います。いやでも外れたなって感じで、ああもう、あ、いや分かりますよ、分かりますけど、あの全然ホルンの人って多分今のフレーズを吹くだけで多分あのものすごい外すので、リホさんは全く外してないに近いぐらい本当に外さないんですよ。頑張ります。だから本当に素晴らしいことなんで、それは本当に私自身持ってください。素晴らしいことです。何か他にもちょっと練習しておきます。あ、やってみてください。あと、メレンゲとか吹きたいんですよね。はいはい、あ、いいと思いますよ。超どうしよう。嫌な気持ちになります。え、そう、嫌な気持ちからもう。
ですね、ちょっとそれような恐怖心を取りましょう。なんで、F ではちょっといい、できるだけ早くできます。そうですよね。多分そうなっちゃうんで、これまずそもそも左手なので、はい、慣れが必要なんですけど、これあのやっていけば絶対できるようになるので、これを全スケールでちょっと早くやる練習をしてみると、多分4の恐怖心はなくなってくると思います。はい、あれですよね、あの B メジャーとかやったらハート、そうですね、声が出てくるから、はい、多分いいと思います。すごくいいと思います。その練習をちょっとやってみて、4の恐怖心をなくせば曲でも多分余裕で吹けると思うので、なんか他の、 あの音色とか、 なんか出てないとか音が外れるとかアタックが汚いとかいうことは別に全くないので、本当に自信を持ってください。大丈夫です、頑張ります、本当に大丈夫ですじゃあそれを挑戦してみてください。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。